ラシュ市長ラシュ市は大韓民国全羅南道の市。韓国有数の梨の産地として知られ、市のシンボルマークのモチーフともなっている。日本統治時代、ラシュに多く暮らしていた内地人が朝鮮人に梨の栽培方法を教えたことに起因する。敗戦後、リエンは韓国人に引き継がれ、現在に至っている。現在は韓国電力公社の本社所在地でもある。 全羅南道の西南部、堺山井流域の羅州平野に位置する。総面積608平方平方キロメートル。北は、甲州広域市、東は和順郡、南は、ガン郡、西は、無安郡、南、平良郡と接する。行政区域は一遊十二面六道よりなる。2017年末の人口は約11万人。 1968年は247,071人であったが農村人口の流出によって2000年代に至るまで減少が続き2004年には10万人を割った。しかし近年は広州全南共同革新都市の建設とそれに伴う韓国電力公社などの転入による効果で再び11万人台を回復した。くだのはつらの地で 678年に、統一白木の全国九州設置時にも初羅州となり、757年金山群と、変わり、903年に羅州と命名された。五三国時代には後くだらの領域に入った。高麗時代の983年羅州木に、昇格し、1018年に設置された全国八、木制度でも羅州木が続いた。州は、古代から、 全羅道南部地域の中心で、全羅は全州と羅州を意味するが、観察史が駐在するようになったのは、1895年に23府制の施行により、羅州府が置かれてからである。しかし、翌1896年には13日制となる。ことで、全羅南道の道庁所在地は、甲州に置かれ、羅州は、その管轄に入った。1914年、 ラシュ軍と南平軍が合併して、新・ラシュ軍が成立し、1931年にラシュ面が U に昇格した。朝鮮総督府令第111号ラシュ駅には、KTX の一部と KTX を除くすべての旅客列車が停車する。KTX でソウル特別市の達山駅への所要時間は3時間。高州松なぎ駅へ10分。 呂安駅、南平駅に停車する列車はない。市内バスでも、甲州と結ばれている。他栄や山井流域は5世紀頃の日本式、前方公園墳が存在することで有名であり、羅州市内にも、福井は里古墳群、反南面古墳群、台安里古墳群、徳山里古墳群、新村里古墳群などの古墳群が密集、和系集団が築いたと指摘される古墳群もある。 さらに、李氏朝鮮時代の羅州友情や、植民地時代の栄山浦東大、東洋拓殖株式会社建物、本町通りなどが残る。ありがとうございます。